日の出公園は北海道空地群上富良野町にある公園。上富良野市街地北東部に位置しており、各種イベント会場に利用している。上富良野町は1948年に農作物としてラベンダー栽培を始めた地である。ラベンダー園にはラベンダー発祥の地いしみがあるが、1940年に円山町の南の沢農場でラベンダーを 高梁原料として苗を栽培し始めたのが最初であり、南沢神社付近にはラベンダー発祥の地石踏みがある。映画60歳のラブレターロケ地になった。日の出公園は1967年に超英日の出産スキー場を設置し、1970年に個人所有地であった日の出産を上浦の新興校舎がスキー場用地として買収したことに始まる。 1977年に約2000株のラベンダーを植栽して公園整備を行い、1980年までに1万5000平方メートルをラベンダー保園として造成した。総合公園計画策定後、1984年にキャンプ場、1985年にスキーリフト、1987年に展望台を整備した。 1996年にオートキャンプ場造成第一期工事が竣工し、1999年にセンターハウスが落成、2000年にコテージを新築し、2001年に全面をオープンした。2008年に日の出公園臨時駐車場が農地法に違反している状態であったことが発覚し、農地への復元工事を実施。2009年に 公園用地拡張によって駐車場整備を計画するが論議の末に断念している。2012年から2カ年でラベンダー園の全面植え替えを実施した。日の出公園ラベンダー園上富良野町営スキー場、日の出公園オートキャンプ場日の出クロスカントリーコース。ありがとうございます。